チャー特化面です。今回紹介するのはこちら、長財布ファスナータイプです。こちらダイソーさんで330円の商品になります。こちらにアグラタビューと書いてあります。ポルトガル語で楽しいという意味らしいです。結構厚みがあります。こういったジッパーがついてます。見た目は非常に高級感のある合皮に見えますが、実はこちら材質はポリウレタンでできてます。触った感じあまり分かりません。結構しっかりとした生地でできてます。非常に長持ちしそうでいい財布です。普段は2つ折りの財布をよく使ってるのですが、商品券を入れるのにこういった長財布非常にいいと思って買いました。それではジッパーを開けて中を細かく見ていこうと思います。それではジッパーを開けてみます。お札を入れるところが1箇所、2箇所です。そして小銭を入れるところが真ん中に大きく通ってます。カードを入れるところが1箇所、2箇所、3箇所、4箇所、反対側にも1箇所、2箇所、3箇所、4箇所、全部でカードが8枚入るようになってます。そしてそのカード入れの上に大きくスペースが取ってます。商品券とか入れられるようになってます。反対側も同じく大きなスペースが1箇所あります。それでは実際の中にカードやお金を入れてみようと思います。カードが1枚、2枚、3枚、4枚入ります。そして反対側も1枚、2枚、3枚、4枚入ります。全部でカードは8枚入ります。そしてこのさらに上の部分ですね、ここはカードを縦にしても入ります。こんな感じで仕切りはありません。一番上はなのでカードを入れてもいいですし、商品券などを入れてもいいです。そしてこの反対側も同じくカードの4枚の上に1箇所スペースがあって、こちらも仕切りはありません。このようにカードが縦に入ります。商品券やレシートを入れてもいいと思います。そしてこちらお札を入れてみます。千円札を入れます。大きさ的な十分な大きさです。反対側も同じ大きさです。
して真ん中のドドン、小銭を入れておきます。小銭の入るスペースは結構大きいのですが、幅がありませんので、上から見たときに50円玉か100円玉かっていうのがちょっと分かりにくいです。100円、50円。でもそこそこ取りやすいので別に問題はないと思います。ジッパーを閉めてみます。これですと横もしっかりガードしてありますので、財布を開けた時にカードが落ちるということがまずないので、安心して財布を開くことができていいと思います。結構たくさんお金が入りそうでいいです。合皮風で高級感があって、とても330円の商品には見えないような財布でいいと思います。こちらの長財布、実際どれくらいのお札が入るか試してみようと思います。用意したのはこちら。1万が100枚あります。というのは冗談で、こちら玩具銀行、おもちゃのお札になります。以前紹介したこちらダイソーさんのおもちゃの1万円札100枚入りです。こちらで試してみようと思います。では入れます。100枚入りました。閉めます。閉めた感じは膨らみは特にありません。100枚入ってちょうどいい感じです。上から見ると本物そっくりです。本物のお札であっても100枚くらいであればちょうど入ると思います。なかなかいい感じです。今回の紹介は長財布ファスナータイプでした。